こんばんは、ジャンジーです。いつもありがとうございます。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。いつもコメントたくさんありがとうございます。もういろいろなコメントね、アドバイスも嬉しいので、たくさんいただけたら嬉しいです。というわけで、今日は皆さんまだ覚えているでしょうか？ですね、巨大マックスポケモン後半戦ということで、ちょっと動画をやっていきたいと思います。皆さんもちろん前回の動画見ていただけましたかね？巨大マックスポケモンとは、つまり、そういうことです。巨大マックスポケモンに関しては、あれですよ、丸投げってわけじゃないですけれども、丸投げじゃないです。前回の動画をご覧ください。今回のソード&シールドから新しく追加されたものみたいで、バトル中にポケモンがですね、巨大にでっかくなります。で、それをダイマックスって言うんですけど、そのダイマックスした時に、ジャンチもですね、割とつい最近までよく理解しなかったんですけど、通常のただ大きくなるダイマックスと、それとは別で巨大マックスっていう、ちょっと特別な仕様があるんですね。で、今回はちょっとそれをですね、ちょっといろいろ見ていきたいなと思っております。で、ちょっとジャンチ語で喋ると多分皆さん理解できなくなっちゃうと思うんで、わかりやすいように調べてきました。というわけでこれからですね、台本的なものを読みますので、皆さんに巨大マックスポケモンについてお話ししたいと思います。はい、読みますよ。一部の特別なポケモンは、巨大マックスといって、通常のダイマックスより個性のある特別な姿になります。この巨大マックスポケモンは、特別な追加効果がある巨大マックス技という凄技を使うことができます。現時点では30種類以上の巨大マックスポケモンがいて、もう技をですね、見るだけでもすごいテンションぶち上げて楽しいと思うので、今回はいろいろ見ていきたいと思います。はい。とってもわかりやすいですね。私もまあメモ帳を読みながらとかね、うんたらかんたらしておりましたけれども。まあですね、決して忙しいわけではありませんからね。ちょっとモンハンいっぱいやってるとか、それで忙しいわけじゃないんですけれども、前回の動画をちょっとね、見ていただけたら、ポケモンの巨大マックスについて深くわかると思います。まあ巨大マックスとは、つまり特別な、でっかくなるポケモンで、専用のとんでもねえ技を見れるってことですね。じゃあ早速見ていきましょうか。はい。というわけでですね、ちょっとうっすら遠巻きなんですけれども、トップバッターはエースバーン先輩です。エースバーンさんはね、もう、お馴染みですから。ここはもうダイマックスして、巨大火球ですね。こちらとんでも技です。威力160。巨大マックスしたエースバーンが繰り出す炎タイプの攻撃。この相手の特性に邪魔されないっていうのがとんでもです。例えば、ミミッキュの化けの皮とか、ネクロズマのプリズムアーマーとか、そういう、まあ、ちょっとこう、技の攻撃をあまり受け付けないみたいなものの特性を無視して160の威力をぶち込めることができます。じゃあやってみましょうか。シュピ。これはもうね、ランクマッチでよく見てますから、はい、大きくなりますよ。もうこれはね、完全に弾ぶち込むつもりですからね。完全に弾をぶち込むつもりでますから、バーン先輩は。さあ行きますよ。はい。トン、トン、トドン、ゴーここで行きますから。うわーナイスですね、ここ。ここが抜群です、しかも。というわけで、エースバーンちゃんでした。もうなんか逆に、このエースバーンちゃん、巨大マックスの姿が浸透しすぎて、これがその特別な巨大マックスポケモンって知ってる方の方がもしかしたら少ないかもしれないですね。では次、続きましては、ゴリランダーさん。ゴリランダーさんはね、最近ランクマッチとかでもやってますからね。もうぜひそちらの動画も見ていただけたら嬉しいんですけれども、こちらもですね、ダイマックスすると、この、巨大ゴランダ。これもとんでも威力ですね。160。巨大マックスしたゴリランダが繰り出す草タイプの攻撃、相手の特性に邪魔されない。あれですね、御三家の巨大マックスポケモンタイプは、相手の特性に邪魔されない威力160シリーズですね。これ決まったらマジバチクソ強いですからね。ゴー！ゴランダってなんだろうね。コランダ！ゴーじゃなくて、コランダ！コランダ！はい！コランダー！コリアンダー、コリアンダー、コリアンダーみたいなね。パクチー。そういうこと？いけー！そういうことじゃなかったー！うわー！木の力。コリアンダーさんについてはですね、海洋が絶対倒すマンとして動画にしてますもん。動画にしてますもん。動画にしてますので、こちらも概要欄に貼っときますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。コリアンダー、次！続きまして、キングラー。キングラーも巨大マックスポケモンなんですね。ちょっとびっくりしました。何日これ見たことないぞ。これはポチリと。巨大宝物。巨大マックスしたキングラーがクリアス水タイプの攻撃。相手の素早さをガクッと下げる。ちょっと待ってください。緊急時、キン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 
たいです。これすごいいい技なんじゃないですか。これもしランクマッチで使ったらむちゃくちゃいいですよね。シュビビビ、おお、おお、いや、こぼりすぎ原型がないぞ行くぜ、巨大ホーバース、ホーバース、うわー、おお、泡がぷくぷくしてる。あ、この泡のぷくぷくで素早さを下げるってことね。ちょっと最初あの大ストリームとかと近かったですけど、やっぱ最後シュワってましたね、シュワシュワっと。でもやっぱりこう相手の素早さを下げるってすごく魅力的ですけど、実際にバトルするときは自分の例えばダイジェットとかなんかまあいろんな技で自分を素早さ上げた方が次のポケモンにも有効だから、もしかしたら使われてないのかもしれないですね。カニは泡を吹きますね。では次、続いてはアップリューちゃんです。シュピアップリューちゃんなんですけれども、あのタルップルっていうですね、まあほぼ同じタイプのポケモンちゃんがいるんですが、タルップルちゃんとダイマックスの姿、巨大マックスの姿はどうやら一緒らしいんですね。ただ技がちょっと違うのかなと思って、ちょっとそのあたり見てみたいと思います。アップリューちゃんの巨大マックスした場合には巨大斬撃、巨大三撃ですね。テイク2、巨大三撃という技なので、ちょっと巨大三撃、三撃見てみたいと思います。巨大マックスしたアップリューが繰り出す草タイプの攻撃、相手の回避率を下げる。出ました、難しい言葉、回避率を下げる。ということはつまり命中率が低い技も当たるようになる。ちなみにタルップルちゃんの巨大マックス技の方は巨大甘露っていう技らしいですよ。そちらもちょっと気になりますね。ただ今回は一応巨大マックスした姿は一緒なので、ちょっと巨大甘露の方は省かせていただきます。じゃあ行きましょう。どんなでっかくなるんだろう。私はね、予想はリンゴパイになる。よいしょ、リンゴが出来上がったあれ割れてたのにリンゴになっちゃった。巨大三撃、トゥク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 、おお、リンゴが鳴って爆発したリンゴ回避率が下がるってことは、うちのピカちゃんの歌うも当たりやすくなるんだな。次、続きましてはジュラルドン、ジュラ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 ルドン。ジュラルドンはね、ダイマックスした姿一応見たことあるんだけど、じっくりは見たことないな。あ、こちらですね、巨大元帥、巨大マックスしたジュラルドンが繰り出すドラゴンタイプの攻撃、最後に使われた技 PP を減らす。あ、これもね、ランクマッチの戦いになってくると技 PP も減らすのもすごく大事になってきますからね。これジュラルドンたまに見かけるけどね、これ見てみましょうか。巨大元帥、マンションが建ったいや、東京タワーなのか、これは。電波塔か、すごい、力強さを感じますね。はい、行きますよ。巨大元帥です。元帥だから強いぞ。はぁー、はぁー、今なんか、あれですね、建物の破片が飛び散りましたね。完全に。これは元帥ですわ。元帥は強いおじさんの、異名だよね。いや、これ減衰ですから下げるってことですね。 PP を減らすということは、そう、つまり減衰するということです。では次、続きましてはニャースちゃん。ニャースちゃんはね、これはね、動画でもやったんですけれども、お金をくれます。お金大事ですからね、現実世界でもポケモン世界でも。このね、ノーマル技がな、このね、巨大コマンです。巨大マックスしたニャースが繰り出すノーマルタイプの攻撃、相手を混乱させてお金ももらえる。得しかありません。相手を混乱させてお金を踏んだくるって感じですかね。はい。はい。巨大ニャース縦長。ダックス踏んどる長いですね、これは。ニャロンニャーですね。これ犬山さんのあるとこですかね。はい、巨大コマンいきますよ。はい。ここまでは普通ですよ。ここまではね。あ、強い技と思ったら、地上から吹き出るのはコマンはい、これでですね、まあ推測ですが、まあ5万ぐらいもらえますかね。というわけでニャースちゃんだったんですけれども、混乱させるのも強いし、あとですね、この巨大コマンという技が、まあ、ポケモン世界ではお金稼ぎにすごくいいんですよ。で、そのあたりもですね、まあ、もう皆さんこちらもご存知だと思うんですけれども、じゃあ一応お金稼ぎ動画をですね、投稿しておりますので、こちら概要欄も一応貼っておきます。一家に一匹ニャースでお金持ちになりますよ。次、
続きましては大王道。大王道さんはね、ローズ市長の相棒ポケモンですからね。大王道のダイマックスは、あ、巨大光人、巨大マックスした大王道が繰り出す鋼タイプの攻撃、鋭い無数の棘をばらまく、あ、なんか前の回にもありましたね、ばらまき攻撃。見てみましょう。鼻がでかいマンモウだ、アンモスな、でけえな、体全体がでかく、滑り台ですね。いや、もう見切れてますよ本体が見切れてます、見切れてますね見切れてますね。ここだけ見ると大王道かわからない。はい、巨大光人、ピピ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 ピ、あ、キラキラしてる、クラス。そして、あ、なるほどね、さっきのキラキラ、あ、ステロみたいなことか。いや、これもナイス技。大王道ちゃんの巨大光人が、まあ、いわゆるこう岩タイプのステースロックの鋼バージョンみたいな感じなので、通常の岩タイプのステルスロックだと、例えば砲とか飛行タイプに結構タイプ相性っていうのダメージが入るんですけど、この鋼タイプだとおそらくフェアリーとかに結構効くと思うんですよ。だからうちだったらトゲちゃんとかにこれされるとかなり厄介ですね。では次、続きましては石炭山。石炭山はあれ見たことあるかな、ない気がするな。ダイマックス、スミップつけんじゃないかな。岩か、あ、巨大噴石、巨大マックスした石炭山がクリアす岩タイプの攻撃、あ、4ターンの間ダメージを与える系ですね。これも致命撃でいいやつですね。見てみましょう。噴石、ふんふん、あ、これはこれは岩の破壊神ですね、完全にこりゃ強いわゴジラみたいになってる。足首がいいですねあんな細い足首で体重を支えてますからね。はい、巨大噴石。おお、あ、ダイロックと一緒だ。ここから違いますよ、多分。おお、岩がばらまかれましたね。あちあち岩でダメージを受けるというわけですね。あ、これじゃない？あ、クラシックの岩に囲まれてシンプルに痛い。シンプルに痛いそうです。いや、石炭山の岩は絶対に痛いでしょう。次、続きましては、マホイップちゃんです。マホイップちゃんはね、これはね、皆さん甘いもの食べたくなりますよ、完全に。なんだこれ、巨大断言。巨大マックスしたマホイップが売り出すフェアリータイプの攻撃、味方の HP を、あ、なるほど、回復する。これはあれなのかな、グラスフィールドみたいにチミチミ回復するタイプなのかな、ちょっと見てみましょうか。いや、マホイップちゃんはね、大マックス、巨大マックス見たことあるんですけど、お腹空きます。これ甘いものが食べたくなりますね。はい、よいしょウェディングケーキですね、これは完全に完全にウェディングケーキですね。とてもハッピーな気持ちになります。なんて可愛いんだ。うにゃ、巨大断炎、キュピ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 キュ、ほほほほ、大フェアリーと同じタイプだけども、クリームの海か、これは。おー、回復した、なるほど、これ回復するのいいですね。ダブルバトルとかでやったらかなり使えますよね、マホイップちゃん。次、続きましてはヨルブちゃん。ヨルブちゃん、ヨルブ、ヨルブか、ヨルブ、真ん中を取ってヨルブだな。巨大天童、これ絶対天童虫だからじゃない。巨大マックスしたヨルブが繰り出すエスパータイプの攻撃、5ターン内で重力が変わる。重力とは素早さとかそういうことかな。速い子が重くなったり重い子が速くなったりってこと。新しいワードだな、ポケモンの世界で重力。UFO、 これ UFO、 UFO ですよ。はい、巨大天道、天道、これ宇宙ですね、完全に。おお、ふわん、重力か、あ、あ、重力が強くなったぞ。あ、あー、ダメだ、味方を地上に落としてしまった。これはね、どうやら5ターンの間全体の場を重力状態にするらしいです。特性浮遊とか飛行タイプのポケモンに地面タイプの技が当たるようになったりとか、まあ、空を飛ぶとか飛び膝蹴りとか、まあ、そういう技が使えなくなって、使用してる場合は解除されるらしいですよ。なかなか強いですね。もう、とにかく、浮いてるものを重力で地上に叩きつけるということでよろしいでしょうか。次。続きましては、不思議バナちゃんです。
しげばなちゃんはね、なかなかね、なかなかすごいですよ。巨大マックスした姿。ちょっと見てみたいですね。ここはもう早速見に行きたいところ。ダイマックスして。巨大弁達とは、巨大マックスしたシグマナがクリア草タイプの攻撃、4ターンの間ダメージを与える、4ターンの間ダメージを与えるシリーズですね。見てみましょう。はい、鼻でかい。あとあれですね、あの黄色の部分が完全に王冠スタイルになってますね。キングシギバナのキング女の子です。いくぜ、くど、ほうほう、ベンゴー出てきた。うわー、ムチだ。なるほど。あ、ムチのモーダに包まれた。まあ、あれですね。シギバナちゃんに4ターンの間、ムチでしばかれるってことですね。では、次。続きましては、ウーラオスちゃんですね。ウーラオスちゃんって、あの、型が2つあって、水流連打を使えるあの水タイプの方と、あと悪タイプの技で、まあ、これ鎧のことでダグマちゃんを自分の方でどっちの、まあ、簡単に言うと水タイプにするのか、まあ、悪タイプにするのかみたいな感じで選べるんですよ。でこっちは水の型の方ですね。でこの巨大連撃が使えます。巨大マックスしたウーラオスが繰り出す水タイプの攻撃、大ウォールを無視できる連撃です。向こうが守ってきてもぶち抜きます。これ強いんだよな。はいは、あ、やっぱ青いですね。水だから。ウーラオスちゃん、水タイプは青いです。色は変わるんだな。あと、片足立ちですね。さすが、格闘タイプ。あ、出た、巨大連撃、シュボン。容赦ない。容赦ねえ。ということで、こちら、ウーラオスちゃん、水の方の方でした。ということは、次は、はい、そう、悪タイプの、悪の方のウーラオスちゃんですね。ちょっと見てみましょう。これはね、何度戦いで泣かされたことか。巨大一撃、巨大マックスしたウーラオスが繰り出す悪タイプの攻撃、こちらも大ボールを無視してぶち込める一撃となっております。これ強いんだよね。これ、巨大マックスだったら、こあれ、ランクマッチだったらこっちの方が多いかな。悪の方の方で巨大マックスして打ってくるのが多い気がするな。あ、よいしょ。こっちはさっき水色だったけど、こっちは白、赤か。赤だな。対極的ですね。あとこっちはね、片足立ちじゃないですね。はい、巨大刺激。はぁーふぉー、容赦ないですね。大ボールぶち抜いてからね。守りとか無知ですよ。ウーラオスちゃん、水の方も悪の方もすごい強い技を持ってて魅力的なのに、このどちらかしか選べないんですよ。くぅ、ポケモンにくいですね。では次。続きましてはカビゴンちゃんです。いや、カビゴンちゃんの巨大マックスはですね、もう一時期話題騒然ですよ。なかなかですね、かなりいい感じの姿ですからね。ここの巨大再生ですね。巨大マックスしたカビゴンが繰り出すノーマルタイプの攻撃、食べた木の実を再生する。あのですね、食べた木の実を自分の腹の上で再び再生させます。はい、もう、さすがカビゴンちゃんですね。お腹の上にですね、果樹園を作ってますね。完全に。はい、巨大再生。シュピピ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 ー、大地から木の実たちが降り注いできました。これを拾ってるのかな。こちらの巨大再生は、自分と味方は 50% 程度の確率で、それぞれバトル中に使用した木の実を手に入れることができるらしいです。これ繰り返し使ったらかなりチート技ですよね。回復する系の木の実とかもう 50% で2分の1で戻ってきて食べて再び戦場に行きますから、これは強き果樹園を持ってますよ、カビちゃんは。では次。続きましてはイブイですね。イーブイちゃんです。イーブイちゃん、イーブイちゃん単体の巨大マックスの技ってあんまり見たことないかもな。これはダイマックスして巨大抱擁ですね。こりゃもう抱擁されてらたまんないですよ。イーブイちゃん、巨大マックスしたイーブイが繰り出すノーマルタイプの攻撃、相手をメロメロにするらしいですね。こりゃもうイーブイちゃんからキュッと抱きつかれたら、いやもうこれはもう1コレですよ。メロメロですね。やってみよう。あーあーあーあれはい、メロメロになりますね、これは完全に。これはメロメロですわ、完全に。ヘイボーイって言ってましたけど、大丈夫かな。
はい、巨大包容。あー、イチコロだ、これは完全に。うわー、あー、ハードが増える。あ、メロメロになった。これはもう無敵ですね。こんなに可愛い顔してメロメロに。待って、手がとんでもねえあざといぞ。今手がクイってなってましたよ。ちょっともう一回クイかな。はい、あざといですね。これ、手がもう、これ、あざといですね。今、微笑みかけましたね。これはメロメロですわ。イーブイちゃんメロメロ無敵です。はい、次。さあ、今回、最後はこの方。もちろん、ピカタンです。ピカチュウピピピ。ピカタンはもうね、皆さん、見たことありますよね。巨大弾雷です。巨大マックスしたピカチュウが繰り出す電気タイプの攻撃。相手を麻痺状態にする。これですね、シンプルに、すごく使えますね。麻痺状態、必ず麻痺状態はすごいね。攻撃できて麻痺で知るって。皆さん見てください。この愛らしいデブフォルム。ピー。で、全然、EV タンと一緒で、これはちょっと低めにできますね。愛らしいからこそこのギャップですよね。まあ、ただ単に多分デブって声が、ちょっとね、プニプニでね、デブピカですから、これから行くんだよね。はい、巨大バンライ、ピピ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 ピカー。あー、いいですね。ピカタの尻尾がビビビビビって言ってますね。尻尾マーク。はい、麻痺です。いや、これめっちゃ強いよね。では皆さんいかがでしたでしょうか。一応ちょっとこのピカタンでラストになるんですけれども、いや、巨大マックスポケモン、やっぱ専用技はテンション上がりますね。強いし、いろいろな追加効果もあるし、いや、これはむちゃくちゃ楽しいです。楽しかったです、ジャンチューもいろいろ見て。一応、このピカタンで終わりなんですけれども、実はもう一体ですね、メルメタルっていうポケモンがどうやら巨大マックスするらしいんですけれども、ちょっとね、そちらはポケゴーの方からちょっとこの持ってこないといけないらしく、ちょっとですね、ジャンチューまだその移動系は未知の世界でして、ちょっとメルメタルちゃん自体もちょっと持っていなかったので、ちょっとその子だけはちょっと今回ですね外させていただきました。もう気になる方は多分 YouTube とかで調べたら出てくると思います。あとですね、今回も長きにわたるお時間、ドレディアさんありがとうございました。では皆さん、最後はですね、ちょっとこの言葉でお別れしたいと思います。せーの、ピー。